はい、皆さんこんにちは。ゆうカフェのゆうかです。今日は東京2日目なんですけども、韓国からとか、あと昨日東京のドラッグストアに行って買ってきたものがあるので、その購入品を軽くさらっとお伝えしようと思います。約束があるので場所に行ってきます。ま、今日オイル塗りすぎました。もうなんでこんなに、なんか最近ウェットな感じも流行ってるじゃん。だからいいかなと思ってこのまま行こうと思います。それでは購入品っていうのは、どうしよう、ファッションとメイクで分けようかな。購入品一つ目はこのオニエフェクトのスキンフィットパウダーパクト。色はね、フェアっていう色を買ってきました。こんな感じで、最近やっぱりちょっとリキッドだけだとかなりカテカテになっちゃうことが多いので、ちょっと T ゾーンだったりとかっていう抑えるパウダーを探してたんですけども、今まではベイビーパウダー使ってたんですけど、ちょっと肌色のも欲しいなと思ってこのプトを買ってきまして、こういう風にね、中にスポンジが入ってるので、こうなんていうのかな、潰されて色がついちゃったりとか、こうちょっと余裕持ってるんですよね、ここに空間が。なので通気性がいいのかなっていう点がすごく気に入りました。で、まあ、色も普通に使いやすい、そこまで色つかないっていう感じのパクトになります。これが1つ目。あとね、2つ目はさっきのポニーエフェクトもそうなんですけども、韓国のローハブだったかな、 LOHB っていう、まあ、ドラッグストアみたいなのがあって、そこで安くなってるのを買ってきたんですけども、これがね、ウッドベリーっていうリップとか売ってるブランドがあるんですけど、そこの前にクレヨンタイプのリップを買ったことがあって、すごく好きだったんですね、その色が。で、今回この結構持ちのいいティント、マットティントが売ってたので、これを買ってきました。ちょっと塗ってみようかな。真ん中に塗ってあげると結構はっきりするので、これ結構色私好きでした。これはね、クラッシーピンクっていうお色になります。持ちも持続力も結構試した時に良かったので、着色だけ気をつけていただければ、すごく使いやすいアイテムかなと思います。これがロハブの2つ目です。で、あとはね、アリタウムっていうところで買ってきたんですけど、アリタウムはすごく安くなってる、セールしてたよ。なのでアリターも購入品いきます。これです。ルベットのこのチークなんですけど、これは結構私前も買ったことがあって、でね、ピンクしか私持ってなかったので、なんというかコーラルオレンジ的な色、最近ちょっとオレンジ系のにもハマっていて、そこまでオレンジすぎないんですけど、コーラルみのがかったオレンジのパウダータイプのベルベットチークカラーっていうのを買ってきました。色味はね、3番のピーチフラッシュって、韓国語だったらピーチフレッシーなんですけど、ピーチフラッシュっていうお色を買ってきました。アリターム購入編の2つ目はアイシャドウなんですけど、アイシャドウがね、これ 30% オフになってたので、モノアイズのものです。私がたまにメイク動画でも使わせていただいてるモノアイズのものたちです。モノアイズのものたち、1個目はこんな感じ、ピンクでキラキラな感じ、すごい自然な感じですね。あと2つ目は、さっきのちょっとコーラルのオレンジのチークあったじゃないですか、あれとね一緒にメイクしたいなって思った感じの色です。発色は強すぎないので、またそれも使いやすいなって思ったのと、あと最後はそのさ今見せたお色、マットなお色に重ねても使いやすいなって思ったんですけど、これがモノアイズのソーシャルライト G6 番のお色で、こんな感じキラキラキラってなるお色を買ってきました。購入品のラストは昨日どこだったか、松木屋だったかな、薬局に行って買ってきたんですけど、眉のね、ファシオの眉パウダーなんですって。パウダーなのに落ちにくい、簡単にかけるチップオンタイプっていう感じなの。こういう風に眉マスカラみたいになってるんですけど、ここになってるのね、
で、こういう風に色がつくんですけど、これまだ今日は使わなかったんですけど、明日これでメイクしてみようかなと思います。そんな感じの最近というか結構リアルタイムな購入品になります。なので今韓国旅行してる方だったり、韓国に住んでる方だったり、日本の薬局でとかでも全然探せるアイテムなので、ぜひ見てみてください。で、見て、このお洋服もおニューなの実は。でもファッションはファッションで分けようかなと思うので軽くだけお見せします。このトップス、こんな感じ見える？ごめんね、ほんとこういう日本に来たら三脚がなくてで、まだカメラも購入してないので、これはすごいでかいのでブログ用だと大変だから、今日電気屋さんでカメラも見てこようと思います。それでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。すごいバタバタな動画で申し訳ないですが、楽しんでいただけたら嬉しいです。この動画いいねとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは次の動画で会いましょう。バイバーイ。